ひげ剃ったら検査しちゃった。あるある、よくある。大してなんかなかったもんね。ただミクロのひげが気になる。元サラリーマンじゃないよ。まとめどころでな、気になるやろ。本当につるつるやったらもうそれ爬虫類人やねんけど。そこまでは望んでないよ、さすがにうちだ。望んでるけど、この髪の毛もないからな。爬虫類人やから。でしょ。でもすっごいつるつるやけど、卵肌やけど。バカにしてんのちゃうで。種族の違いをな、混同したらあかんぞっていうのをしてんのな。哺乳類は別にメスが火が生えててもええねん。生えてるよ、猫とか。とか。とにかく羽毛生えてるやん。もしうちの子から羽毛生えてても、天使や天使やってなるんか。鳥生えてんだよ、羽毛。何、いろんなことみんな混同してるやろ。なんか、爬虫類人っぽい顔じゃないとあかんっていう信仰はな。結局、まあ、うちらハマザルやったから、髪の毛以外の毛をすっごい萎縮してしまったわな。萎縮してるだけ。今炭化して。だって海の水って発酵してるから。だから臭いのよ。塩水臭くないのに、海の水が臭いのは、塩水の中で漬物ができてんの。サンゴの精子とかな。プランクトンとかな。そういったものが発酵してるわけ。な。漬物な。漬物水やねん、実はね。もともと漬物も、その、昆布とかわかめとか、そういうまあ、野菜。まあ、大水で野菜を海に使ったんでしょ。ほんで漬物になったんちゃう。あれ美味しいやんとか言って。あれ何も釣るやん。あれあれって。最初そんなやったと思うね。ね。さて、魔術と魔法は違います。いきなり言うの。ご来っぽい。混同したあかんよって聞いたことあるでしょ。魔法ちょっとかじったりと、魔術ちょっとかじったりと。魔法だから魔女で、魔術は魔術しちゃう。全然ちゃう。魔女も魔術使うよ。魔術って術のことだって、で、魔法の魔術を取り締まる法律のことを言うんだよ。ですから、魔法のことなんだよ。こういうことも分かりやすいんじゃないかな。昔の今のかもそう。うちも小さい時は、魔法。ちょっとニュアンス。ね。魔か犯人、ハラミッタ法っていうのは実は魔法の語源っていうか本名ね。あれも法律でしょ。般若心経って法律でしょ。仏教哲学における論理学、ね、仏教正義とか仏教大義とかってちゃうんで、仏教哲学における論理回し、論理学、仏教的な論理学、めっちゃ論理的やろ。論理ってもう仏教の論理ってものすごいでしょ。特に禅宗はな、そうやね、自力本願を旨とせよ、それ以外は諸と説明する文系。仏教の本拠は自力本願。他力本願は文系ですよ。そりゃな、わかりやすいよ。どんだけ栄えてても文系ですよと。他力本願はね。そうそうじゃん。じゃあ、仏教哲学っていうのはまあ、はっきり言って自力本願にあんねん。神髄はね。神髄はね。神髄以外は他力本願にもあり。どんだけ栄えてても他力本願の方が栄えれば、そちらがあたかもその太陽であるかのように、今がおうこともあろうが、それでもそれは自力本願の、映る姿に過ぎない。それが他力本願かな。でしょ？それが他力やからね。あれ、自力本願の人は、他力本願の人を鏡に映してるのか、ほいって言って。魔法ってこんなんや。こういう論理学のこと言うの。今、かなり論理学使ったやろ。三段論法も使ったと分かるやろ。仏教って結構三段論法使うで。儒教は意外と論理学使ってへんねん。意外とな。思ってたほどには。ソクラテスとかめっちゃ論理学使ってんで。めっちゃ嫌われた人やん。うちの論理回し、すごいよく似た人やったんで。ただソクラテスは二度殺されない。ましてうちおんないやんか。な。で、その殺される殺されない、いけにえなるいけにえならで、キリストかな。蘇生者呼んでみるよ。あれ殺される男の類型やろ。な、支持者以外に対してはもう、ムカつく存在でしかなかったってわかるやろ。当時、キリストの支持者って何をって。な、あれ殺されるわ。一夜王として殺された。しかも一夜王やってんない。マグダラ相手に。マグダラ当時、ベニキアのな、女神神殿のな、最
行神官、女神官、要するにタロットの女三師匠のモデル、マンドラのマリアやねん、そもそも。それをレイプして、キリスト教に。で、足洗う、どうのこうの話な、足を拭く。アロマでな。足を拭くかどうかもな。もう足洗いなさいよって意味やって。キリストにこんな、こんなことからも足洗ってくださいって。マグロのマリアが、キリストの足を拭いて。でも、キリスト教の話を誤解したんかも知らんけど。ほら、あれちゃんか、ペラペラガモちゃん、ペラガモ、こう、こう、みたいな。な。ほんで、かもや、みたいな。っていう、まあ、いやらしい集団やったん、キリスト教はな。俺らにもいやらしいことさせろって、切れた若者たちやった。いやらしいことできへん時代やってん、なかなか。今みんないやらしいことしまくってるのに、何がキリスト教やない、必要ないや。キリスト教は、俺たち若者にもいやらしいことさせろって。立ち上がった小青少年たちやでんで、ちょっと読まなあかんな。で、真っ先に。当時フェニケのナンバーワン美女マグダラドマリアがレイプされて、別に迷惑なことちゃうけどな、ちょっと巻き込まれたけど、マグダラドマリアイコール実はユダやねな、ユダ家の女、ユダの目かけにされてしまったマグダラドマリアな、ユダ家のな、ユダ家やから、キリストイエスキリストな、だからユダっていうのは実はマグダラドマリアな、ユダ氏じゃない、ユダ家にレイプされて、ユダ家の囲い目になってしまった女性やった。ユダな、キリストを売ってるよ。ほんで、ほんまに処刑されたか最後まで気にしてるよ。自分をレイプした男がほんまに死んだかどうか、恐怖心を持って調べておく。そんな話やねん、実は。はい。これが魔法や。な、魔術を取り締まってるやろ。魔法から見たら魔術なんて、所詮な。妖術の類ってわかるやろ。宗教も。妖術の類ってわかるよね、わかるのかな、さーて、次の単語に移る前に、ポチッとなすとこか、あ、ブチッとなんか